NATO ・北大西洋条約機構に加盟申請を行ったスウェーデンの空軍のトップが ANN の取材に応じ、加盟申請を歓迎する考えを示しました。ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、スウェーデン空軍はこれまで以上に警戒を強めています。From a military strategic point of view, we are fully supporting the political decision to apply for NATO. スウェーデンでは3月に領空侵犯したロシア軍機が核兵器を搭載していたと報じられ、NATO 加盟への動きが高まっていました。スウェーデン空軍のトップは、加盟申請中であっても第三国からの脅威があれば、各国と協力して積極的に対応する意向を示しています。